写真拡大。全国高校野球選手権2回戦、聖朗立命館宇治、13日、甲子園球場。ベンチスタートだったドラフト1位候補の聖朗奥川京伸投手、3年が6回、5-0から2点を奪われ、なおも無視1、2塁の147キロのストレートを左前へ運ばれ、1点を失ったが、次の打者は自己最速タイとなる153キロの速球で夕頃に仕留めた。エースの登場に甲子園は大歓声に包まれた。